今日はスマホアプリのアームレスキングというゲームをやっていきたいと思います。初めてやるので全くどんな操作だかわかんないんですけど、とりあえず適当にやっていきたいと思います。でまず多分おそらくダンベルを持って、ま、回数を多分たくさんやってレベルを多分上げていくんだと思います。10回チャレンジやなんか腕相撲とかもあるんで、ま、レベルがたくさん上がり次第ちょっとやっていきたいなと思います。アップグレード機能もね、いっぱいなんかありますので、これも多分コインかな？集めてやっていくんだと思います。とりあえず早いけど、ちょっとダンベル10回チャレンジやっていきたいと思います。うまくね、10回いけばいいけど、下のこの残りの時間がありますね。20秒かと。そのうちに多分10回やるんだと思います。できるかな？5。レベル上がってないから全然上がってない。あー、いけるかな、ギリギリ。無理だな、3秒。あ、チャレンジが失敗しました。で、もうちょっとね、レベル上がってもう一回やります。レベル2に達成しました。とりあえず、しばらく上げていかないとだと思うんで、やっていきます。結構レベル上がったんで、アームの方やっていきます。やっぱ強いです。もう一回ラウンド2あるんで、ちょっとここで勝ちたいと思います。もう一回リベンジしていきたいと思います。次の相手は失業っていう人です。
次の相手はオタクです。次の相手はダイナおばさんです。待って勝てねえぞ。いけ。すげえ粘るね。よし勝った。すげえ。あっすげえ、このおばちゃん。やばいよ。まだレベルが。
次の相手は老人です。洋服が、洋服が。耐える。どうする？